AV 2.0 来るんですけどもね、さっきのゴキブリの下りカットしてくれって言ったら、いやそのままでってバッサリ言われましたね。今本当にこういうとこがいいわけです。やっぱ天才ディレクターですから、こいつのつのはね、本当に。だからやっぱこういうディレクターっていうのはディレクター気質ですよ、こいつさん。やっぱこう迷わないね、切ることに、あ、決断することに関して迷っちゃった先がさ、本当に踊る大捜査線みたいな映画になっちゃうんだからね。本当に泣かせもしよう笑わせもしようつって、結局2時間半だらだらレインボーブリッジ封鎖できないって4本連続で言われたらさ、いい加減封鎖してくれよって話になってきちゃうわけだよ本当に。ドラマ見ちゃった、面白かった、ドラマ面白かった。ドラマでいいんだよ、だから本当に1800円払いたくないんだ、小田裕二の顔に。本当にこっちはさね、俺ら一回波の数だけ抱きしめてって映画、3人で唯一見た映画ね、あれ、あれ見て大やけどしたことあったね、あれ。谷系がいいなっていう結論しか出なかったね、3人で。本当、そんな感じのレビュー 2.9 でしたっていきたいところなんですけども、レビュー 2.9 です。はい、で今日の一冊目はですね、いやー、まあらかじめ言っとくね、やりづらいですよこの本は。だって批評だもん、しかも大人気批評家評論家、この本にね噛みつこうつうか褒めようつうかどっちか分かんないけど喋ろうつうんだからね、もう無茶な、もうジョニー唯一の挑戦と言われてるねこれは。というわけで今日の一冊目はですね、東博樹で動物化するポストモダンオタクから見た日本社会っていう、まあ本読んだわけですけども、講談社現代新書ですから割と薄い本でね、図書館で探した時も薄すぎちゃってどこにあるか探せなかったっていうぐらい薄い本なんだから。で、まあ東博樹さんといえば、まあもう有名な評論家ね、日本一だねこの人は本当に。今多分もうその言論界批評界つうかさ、そういうもんでさ、もうサブカルの人とかみんな好きなんだから、本当もう東博樹って言ってね、いいかと思いつつ、まあ、俺も好きだから、まあ、今回読んだんだけどさ。でまあね、まあ、2002年ぐらい 1、2年の本でさ、で、まあ、東さんがさ、まあ、そのオタクから見た日本社会っていうタイトル通りでさ、そのオタクとはなんだみたいなね、でオタクとそのポストモダンの構造はちょっと似てるんじゃないかみたいなこと言うんだよ。でうんうんそうだよねって思って、まあ、読むんだけど、もうポストモダン自体がよく分かってない男からするとさ、もう最初の10ページしかよく言ってることが分からないっていうとこが悲しくてさ、本当に一体この人は何言ってんだろうと思ってて、東さんがさポストモダンのことをさざっくりまとめるんだよ。そうするとポストモダンっていうのは割とその1960年代とかもう社会が成熟してきて、でも文学もあんま影響力ないで政治もそうでもないとか、そういうところに出てきた、まあ、次のその考えみたいなものだっていうね、70年代ぐらいに出てきたものだって、まあ、ざっくり持ってくるときはちょうどいいよみたいなこと言ってくれるわけ。やっぱさすがこういう風にねまとめるってのは大したもんだなと思って、まあ読んでてさ、でまあ一応まあそのオタクの話とかいろいろするんだよね。でサイバーマリオネット J の話とかさ、なでしこの話とかさ、あとエヴァンゲリオンの話とかするわけ。読んでて、ああわかる、サイバーマリオネット J 俺見てないけど、なんとなくアニメちょろっと見てた、96年にやってたテレ東でって、6時ぐらいからやってたな、林原めぐみだろっていう風にまあ思っててさ、セイバーマリオネット J いいじゃないか、サイバーだってセイバーだってあれでセイバーマリオネット J だっつって、セイバーマリオネット J ねでやっててつって言って、そしたら東さんがまあそれについて語るんだよ。そうするとさ、セーバーマリオネット J もさ、なんかそのオタクに、オタクのことについて実は語ってるアニメだみたいなこと言うわけ。結局セーバーマリオネット J ってなんか江戸時代みたいな、未来江戸時代みたいな設定だけど、なんか別の惑星でなんか移民船みたいなところがなんか地球に似たような環境を作ろうとしてできた星を舞台にした話でつって言って、なんかそれでなんか割とね話がいろいろ難しくなってくるって言うんだよ。でなんかそのなんかその実は男は全員人間なんだけど、女が全員アンドロイドでみたいな、でも本当の人間ってのはその宇宙船にいて、その宇宙船にいる女をモデルにしてできた女たちがアンドロイドでみたいな話で、でそのなんかこう疑似のものを愛しちゃうそのオタクのことをこう割と否定してるっていうか、そういうちょっと比喩して揶揄ってんじゃないかみたいなことをこう言うんだよ。
とか行ったりとか、あとユーノっていうまあエロゲーがあるんだけど、それも割とその話が分岐するっていうところは、そのポストモダンのそのスタイルに似てるんだみたいなことを言うわけで、ユーノっていうエロゲーは僕セガサターン版を当時やってたんですよ、95、6年で、で確か11、2ぐらいでさ、でもエッチシーンだってちょっとおっぱいがポロッと出るか出ないかぐらいなんだよ、セガサターンだから家庭用だからエッチなシーンがそんな描けないからさ、でもそれでもさ水曜日1時に小崎に聞きながらさ、その状況はあーってなったわけ、わーって言うのっていう字見ただけでもうさ17年経ったって興奮しちゃうんだよ、本当にもう無条件に、とそんなもんの認識しかなくてさ、だからいろいろまあね全然中身ないレビューになっちゃったけども、いや結論から言うと俺東さんちょっと深読みすぎなんじゃねえかなと思って、俺からすればセバマルの杖だってどうでもいいアニメだしね、いやわかんない、見てないからね、あのなでしこだってつまらねえなと思ったわけで、なでしこもほら主人公がさロボットアニメ好き でロボットに乗ってっていうところで、またそこでオタクのなんとかでみたいな話するんだよ、でその自分がその主人公が好きだったそのオタク的な世界のやつらと結局戦うことになってみたいなとこでみたいな、また現実ってものが出てきてみたいなこと言うんだけどさ、なんか俺はなでしこなんかタラタラ戦艦内でなんか中途半端なマクロスみたいなことラブラブやりやがって、映画版もつまんなかったしっていうところあって、なんか読んでてさ頭いいってのも大変だなと思ったわけよ、なんか俺だったら言うのもクソ、なでしこも嫌、セバマルンデジは見ないって言えるけどさ、赤堀悟だろってラムネ48作ったやつだぜっていう風に言っちゃうんですよ僕は。だけど頭いいってのはやっぱいろいろ考えちゃうっていうのは、いやって自分でも深読みしすぎかもしれないけどって言っててさ、実際セーバーマルティ J の作者はそういう風に作ってたか分かんないけどって言ってて、多分作ってねえじゃねえかなと思ってさ、いやだからね、いや結論とするとですね、インテリも辛いよっていう風に思いましたね本当に。うん、ギュームの、いやね、でも俺も書けるかも分かんない、3人で書こうか、逆者について見る戦争とかさ、本当ガンダムから見る戦争とかね、本当でもね、ああでもね、やっぱりですね、その2001年2年ぐらいに出た本だから、もうそのね全然俺この本の内容説明できてないけども、でもね大雑把にはなんとなく言ってること分かるんだよ、やっぱりあの言わない文庫に手出すよりかは全然分かりやすいわけ、なんか雰囲気が伝わりやすいっていうかさ、やっぱそういうとこでね、ブクログのもう登録者数もさ、俺なんかいつも2とか3とかっていう本もあるのに1700人ぐらいいたから、やっぱそんぐらい手に取りやすい本だと思うんだよね、ところ割とほらなんか、ね、いや東さんは好きだけどさ、全然さこんなね俺はそんなハマんなかったけど、まあなんか考えてる人の話好きだっていうのはよく言うけどもさ、まあほらサブカルちょっと気取りたい人読んでごらんなさいよっていう感じ、なんかでほらだからオタクの今の現状はさとかって言いたい人がさ読んでみたらいいさっていう風に思ったね。いやこれなんかね直接アニメ見ちゃう人はいいんだろうなこれな、本当じゃなくてこうほら中途半端に見るさ、なんかラーメンで好きみたいな女とか男いるじゃん、なんか俺アニメ見るんだみたいなさ、勝手に言ってろよみたいな、そういう連中が読むといいと思いますね、ええすごいざっくりだったね、うん、でもおすすめの一冊のところね、今週の一冊これだと思います、うん、元気なくなっちゃったけど、というわけで今日の一冊目はですね、東博樹さんで動物化するポストモダン、オタクから見た日本社会でした。